皆さんこんにちは。いつもモノフルチャンネルご覧いただきありがとうございます。今日はですね、愛知県にある展示会メカトロテック2023年に来させていただきました。今日はですね、開催期間としましては、18日から21日の期間で、行われておりまして、今日の目的としてはまずこの展示会の魅力をお伝えするところと、あとは数社メーカーさんに、取材をさせていただきますので、皆さんお楽しみにいただければと思います。それではレッツゴー。モノフル。モノフル。はい、ではですね、早速今回また柳瀬さんに来させていただきました。柳瀬社長です。よろしくお願いします。はい、どうもお世話になります。はい、で早速なんですけれども、今回の展示会の目玉商品といったところはどちらになるんでしょうか。はい、柳瀬としましては研磨の自動化を今後提案していくために、ヨーロッパのファール5社と提携しまして、今回ロボットでの研磨の自動化をの用意をしております。はい、でこちらのポイントとしてはステーションが3つありまして、この1つのロボットで3工程の内容ができるというところです。はい、今やっています3つ目の工程で、横持ちでフラップホイールなどで、穴の中のバリを取ったりですね、そういったことができる工程です。で、この次に1番目になるんですけども、こちらの方で粗削り、ディスクの方で粗削りします。でこちらの方仕上げ、第2工程になります。でこれをいろんな商品、研磨剤とこのブラシだとかいろんな内容に変えることによって、あらゆるワークと、ユーザー様に対応できるようになります。はい、でもこれ1台で全てがこう完結するところになるんですかね。はい、まあ、あとは、いろんな、ワークをどのように持っていくかとかですね、そういった内容を考えていただければ、自動化になって、今からの、ワーカーのですね、少なくなっていくのに対応したりできるかなと思ってます。なるほど、なるほど、ありがとうございます。それではですね、続いては、コミュニックスさんに来させていただきました。今日ご説明いただく方は、はい、コミュニックス東大阪営業所の小畑と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コミュニックスさんの事業内容というところを教えていただいてもいいですか。はい、弊社は切削工具に特化した専門商社になります。で本当に切削工具のみですね、取り扱ってまして、だいたい弊社の在庫で10万アイテムくらい、国内に在庫しております。なるほど、なるほど。ではですね、早速、今回展示会に出展されている目玉商品というところは何になるんでしょうか。はい、こちらの、クレアボーラーにありまして、唯一無二のボーリング工具になります。はい、こちらの精度といったところはどれくらいなんでしょうか。そうですね、この穴開けですね、ワークであったり、機械条件もよるんですけども、ガイド穴を1で打っていただいて、そこからノンステップ加工、ライブ級のノンステップ加工で、大体うまくやっていれば H7 交差ぐらい出るような工具になっております。なんかこれね、見せていただくと、めちゃくちゃ細いなっていうの、他のものより思うんですが、これってポッキーっぽくないですか。ポッキーポッキーですか。ポッキーっぽいなと思って初めて聞きましたね。ありがとうございます。ポッキーっぽいと思ったんですけど、そうですね、ポッキーみたいに実はこれコーティングもしてます。あ、コーティング。はい、はい、なんかちょっと色違うんですね。はいで大体サイズなんですけど、ホッキーのサイズと似てるかもしれません。少しですよ、なんかパクッと食べれちゃいそうな。そうですね、2倍から2倍。はい、一番大きいサイズ今8倍まで、8倍まで、はい、ランナーアップありますので、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。
そうですね、はい、まあ、実際あのエルバイデーでですね深さ、6デーから20デーの深さまで穴あけが可能です、はい、じゃあ幅広く、まあ、あの加工できるっていったところになるってことですよね。そうですね、あの、はい、一番の特徴がですね、あの今まで従来こういった深穴加工はですね、あの、まあ、内部給油でやったりだとか、実際これまあ外部給油で、1デー空きで待ってノンステップ加工をしてるんですけども、今までしたら大体こうステップ加工をしていたのでどうしても加工時間がかかってしまったんですけども、まあ、それをこう一発で外部クーラントで開けれる工具になっておりますので、お客様の加工時間短縮であったり、まあ、こういう精度穴を加工されるユーザーさんに、まあ、喜んでいただいている形になります。はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございました。モノフルやで、はい、では続いてですね、三菱マテリアさんに来させていただきました。今回ご紹介いただく方は、はい、私あの三菱マテリアル の、 あの大阪営業所に、配属しても広滝と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、はい、本日の展示会の目玉商品を教えていただけますか。はい、まずあのこちらにあの展示しています、はい、この WWX シリーズと言います、あの、まあ片削りの90度のカッターなんですけども、こちらですね、あの両面6コーナー使えて、かつですね、もうすくいの方がものすごい立ってますので、まあ、ものすごい切れ味がいいというカッターになります。プラスしてあのこちら MV10 シリーズというコーティングですね、あの私どもの技術アルミ1コーティングを採用してまして、アルミの含有量を増やすことで耐摩耗性アップ層ということで、ユーザーさんのですね、寿命アップに、効果絶大な、コーティングになります。なるほど、ありがとうございます、はい、もうものすごい製品って言ったところがすごく伝わりました、はい、ありがとうございます、はいはい、そうでした、最初から最初からです。いや、ものすごさがすごい伝わったこれ何ですか。はい、あのこれですね、あのガチャルと書いてますけども、もしこのガチャガチャをしていただいて、あの当たりが出たら、あのこちらのですね、あの小槌を、プレゼントさせていただいております。はい、これさせてもらっていいんですか。はい、ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとやってみます。はい、押してください。はい、いきます。はい、さあ、あー残念です、これ外れしかないんでしょ。え、そんなことはないですじゃあ、 あの再チャレンジということで、はい、はい、2回目いきます、はい、お願いします、はい、当たりますように。はい、当たり入ってます。ちゃんとあの嘘はつかないので。ありがとうございます。はい、あのではあの小槌の方、はい。やったー。ありがとうございます。はい。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。やったー、ありがとうございます。モノフルー。はい、続きまして OSG さんに来させていただきました。じゃお願いします。では、まず、OSG さんの事業紹介ご紹介いただけますか。事業紹介、事業紹介するんですか事業ないよ事業紹介、切削工具メーカーです、はい、ありがとうございます。今回、展示にあたっての目玉商品っていうのはあるんですか。こちらです。製造時に二酸化炭素を 50% 削減するグリーンタップ、こちらです。そのグリーンタップでは、まあ、SDGs にもなるっていうところですね。もちろんです、はい、でね、お話ししてて思ったんですけど、はい、大きいですね。そうなんですよ、親に感謝してますで牛乳ね、たくさん飲んで大きくなって、はい、牛乳大好き通常製造時にはですね、こちらに書いてあるんですけども、はい、1.1 キロ出てたものが今回の新しい製造方法でですね、50% CO2 を削減するということができました、うん、これで、まあ、環境に優しい工具になってます。でもこの、ね、商品の発表はいつ頃になりそうなんですか、はい、ちょっとまだわからないです。はい、じゃあ見てって見て、はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。